はい、どうも達人でございます。今回は久々にねバイクをいじりたいと思います。はい、ということで私のバイクなんですけども、風が強い。はい、ということで私のバイクなんですけども、この通りほぼドノーマルで乗っておりますね。ドノーマルで乗ってるんですけど、ちょっとねハンドル幅が広くて乗りづらいかなっていう時が多々あるので、今回はちょっとハンドルを交換したいと思います。はい、ということで今回交換するハンドルはこちらですね。通称ロボハンというハンドルになります。こちらのハンドルですね、純正のワイヤー、ホースでも交換できる設計のハンドルになっております。はい、とりあえずいろいろハンドル周りのパーツを外していきましょう。はい、ということで完成しました。とりあえずね今までついてたものをそのまま付け替えたので、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね、かなりハンドル幅が狭くなってちょっと高くなった感じのポジションになりましたね。うん、横からの見た目もかなりスッキリしていいんじゃないでしょうか。でね、まあ、とりあえずウインカーを純正のポジションのままにしてますけど、これね次回移動させてみたいと思います。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回、じゃあねバイ。